こんにちは、カーピです。今回は昨日の更新でやってきた A ラン確定、G チーム確定スカート、これを回していくんですが、その前にめちゃくちゃ面白そうな告知来ましたね。 YouTube チャンネルコラボリレー、これでプロスピセレクションの第1弾が決まるんですね。全6組のプロ野球 OB の YouTube チャンネルとコラボして、それぞれのチャンネルでキャリアハイベスト9を決めて、その中からチャンネルごとに2名の推薦選手を決めると。そして6チャンネル計12選手がプロスピセレクション第1弾として登場するんですね。いやー、これは面白そうだ。はい、一番下に事情説明もありますね。例年は成績を基準に選出していましたが、今年は開幕が遅れたため第1弾第2弾ともに特別企画で選出させていただきますと。ってことは第2弾もまた違う企画があるんですね。いやー、楽しみだな。さすがコナミさん、これは若くだ。いやー、この6チャンネルがどこなのかも注目ですね。ある程度予想はできますけどもね。里崎さん、高木さん、片岡さん、井端さん、斉藤さん、のりさんとかかな。どのチャンネルが対象なのか、この辺にも注目していきたいですね。はい、それでは本編いきましょう。今期も8月の準選作業決定戦1位を目指して頑張ってます。本当に悲願なんで頑張ってるんですが、 S ランクは割と順調に集まってます。選手名鑑こんな感じでいい感じですね。問題は A ランクなんですよね。はい、まずここですね。ジョンソン選手、先日せっかく S ランクゲットしたんですけど、 A ランク今1枚もなくて称号チャレンジができないんですよ。はい、今期のジョンソンご覧の通りで9位スタメン移動中狙えるんですよね。次の最強戦ではこれが必須なんじゃないかなって思っていて、救援コンボ、スタミナ型コンボ、どっちも出すならジョンソンの9位スタメン移動中、これが必須ですっていう状況十分考えられますよね。これ決まんないと最強戦は勝てませんまであると思うんで、絶対決めないとやばいですねこれは。そしてこの人っすよね、ピレラ選手の A ランク。これがマジで問題です。今突4までは確定してるんで、あと1枚取れれば極みです。取れたらここ江藤さんと入れ替えることができるんで、スピ率が200上がってスピ8100までいきますね。まあ突4で入れてもスピ8万超えるんですけど、そこはなんか僕のこだわりで、極みにならないとなんか入れたくないんですよね。というわけで今回は絶対にピレラ選手を引きたいんですよ。あと欲しいのは鈴木選手かな。はい、ミスフルチャレンジ20枚でも30枚でももうなんぼでも欲しいですね。これも決まんないとやばそうで、最強戦に響くと思うんですよね。はい、もうほんと今期のカープも決まんないとやばい称号だらけで、カープ常に称号きつい気がするんだけどな。他の球団も一緒なんかな。というわけでガチャ回していきたいと思います。自チーム確定10連と A 確定5連、最低でも自チームへのチャンスが4回ありますね。ここでジョンソン、ピレラ、鈴木誠也、この3人を引けるかどうか。まずは A ランクからいきましょうか。ではお願いします。さあお願いしますよ調子くん。欲しい順番はそうだな、1番にジョンソンかな。1番もないからまずはジョンソン、次にピレラ選手ですね。早く極めてオーダーに入れたい、早くスピ8万にしたい。さあ S が来てもいいよ。さすがないか。はい、 A ランクですね。榊原選手ですね。またオリックス引いてしまった。オリピーチャンネルに一歩近づいた。 A 確定2回目いきましょう。はい、欲しい順番は1番ジョンソン、2番にピレラ、3番目にセイヤですね。セイヤは S ランクは取れてますけども、称号はまだできません。セレクションの可能性も高いと思うんで、今決めても継承になっちゃう可能性がある。さあ2番目どうかな。自チーム来てもいいよ。東浜選手か。うん、なるほどな。今何枚あるかな、3枚ぐらいかな。これは置いておこうかな。はい、3回目いきましょう。お願いします。はい、聖夜の称号は、おお、調子くん、レッツゴー久しぶり。今日はテンション上がってるかい調子くん。いいね調子くん、最近ずっと機嫌悪いから、たまにはご機嫌調子くん見たいな。心配になるマジで。さあどうだ、 S ラン来てもいいよ。レジチームくれてもいいよ。さあどうだ。上沢選手は極みになったかな、これで。ひょっとしたら極みになったかな。おお、なりましたね極み。これで上沢選手も極意賞になりました。極意賞作りさらにはかどるぞ。さて確定4回目いきましょう。お願いします。それにしても今季のせいや凄まじいっすね。
もうちょっとセリーグでは別次元にいった感じですね。いや本当すごいっすよね。内角は怖い、外は拾ってホームラン、落ちるボールは見送るし、マジでパネっすね。さあ鋭角定4回目、チーム来たら嬉しいぞ。自チームこ自チーム。五十嵐選手か、五十嵐選手もたまってきたな。今年のティースあるかな、ソフトバンク版来そうだと思うんだけどな。さあ5回目いきましょう、お願いします。さあ自チーム確定枠です。調子くんレッツゴー。さあここでジョンソン・ピレラ鈴木がチャンス、まずは1枚ここでゲットしよう。松山選手はやめてね、来すぎだから。さあ頼むぞ、狙いの3選手お願いします。野村選手、なるほど、そうか野村選手か、2軍ではいいピッチングしてるみたいですね。2登板連続無失点だったっけな、ひょっとしたら次上がってくるんじゃないですか。はい A 確定終わりました。次自チーム確定いきましょう。1回目お願いします。さてまずは1回目、調子くんお願いしますよ。調子くん元気ですか、大丈夫ですか。これは棒球かな、まあ1連目だからここはしょうがないですね。ノマー選手が来ました。自チーム2回目、お願いします。さあ調子くん大丈夫か、最近ほんと元気ないけど、最近このガチャでな S 来ないんだよな、たまには見たいな。自チーム確定 S ランク、調子くん頼むよ、今回は1枚 S ランク欲しいな。止まる。床田選手今年ちょっと心配だ、去年よりもボールが遅いっすよね、疲れ溜まってるんかな。さて A ランク以上確定枠です、楽しみお願いします。さあ A 確定枠、ここも元気ないか、そうか大丈夫か、調子くん夏バテか、本当大丈夫か、元気出してくれ、デカビタおごってあげるから元気出してくれ、もしくはドデカミンでもいいよ、オロナミシーでもいい。ジョンソン・ピレラ鈴木選手、大瀬良選手か、まあ OK、 大瀬良選手は欲しかった、大瀬良選手は生まっても OK です。4連目お願いします。カープは今日からヤクルト戦ですね、ずっとビジターっていうのはやっぱきついですね、どこで調整してんだろう、ちゃんと場所あるのかな、その辺も心配、絶対調整しにくいっすよね、ビジター長いのきついと思う。5回目いきます。さあここ注目ですね、ベストラン確率2倍です、この2倍枠最近何にも起こんないですよね、そろそろ何か起こってもいいんじゃないかと思ったら今回も元気ないかい、たまには調子くん S ランくれてもいいんじゃないの、こういうとこで本当にケチだな調子くんは、飛んで止まる B ランク。6連目お願いします。今年堂林選手すごいですね、中日戦のホームラン見ましたか皆さん、あれ詰まってるに見えましたよね、それが宇宙間に名古屋で入るってちょっと感動してしまった、今年は堂林選手固定してほしいですね。でダメか、止まるか、阿部選手も頑張ってほしいな。7回目 A 以上確定です、お願いします。さあ A ラン確定枠ですよ、ジョンソンチャンス、ピレラチャンス、セイヤチャンスです。さあいよいよピレラ選手が極みになるか、それともジョンソンに入幕がつくか、それともセイヤか、松山選手やめてね、めっちゃ持ってるから、さあお願い、どうだか、フランスは選手か、フランスは選手は称号決まってるんだよな。8連目お願いします。はい、今年田中選手いいっすね、もうすっかり元通りじゃないですか、この調子だったらコウスケ1番にしても良さそうですね、そしたらピレラ選手を5番に置くとかいろいろできる気がするな、1番コウスケ2番ピレラもいいんじゃないかな。B ランカー相澤選手、9連目お願いします。今年ちょっと心配なのはメヒア選手かな、練習試合のバッティングどこ行っちゃったんだろう、メヒアさんな、もう2軍でやることもないしな、もっと回で打たせてもいいのかなとか思ったりもしております。今回確定外来ないな、
確定がおとなしい。では最後お願いします。さあ今回のラスト、 A ランク確定かつ S ランク2倍枠です。さあここで S を引いてかっこよく終わりたい。ここで引けたらさすがに配信者って感じっしょって言ってるけど、ちょっと長子くんテンション上がんない様子。どうしたんだ長子くん、また体調不良か。今回はなんだ、二日酔いか。元気出してくれ鈴木誠也選手、これナイス、よかった。第3希望の鈴木選手いただきました、よかった。いやだがまたピレア選手来なかったな、ジョンソン選手も来なかった。いやー、 A ランクはなかなかこれからも苦労しそうだな。はい、というわけで今回もピラー選手を獲得できず、スピリッツ 79,900 で寸止め状態になったんですけども、次の福袋では4連分回してピラー選手極みにしたいですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ジョンソンピレラ引けずにどんまいのグッドボタンぜひともお願いします。今季も最強決定戦1位目指して頑張ります。ぜひチャンネル登録いただいて8月の最強戦の様子まで応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた。